僕とここにいる脇田君と二人になってしまいました。だん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 古いものは滅んでいくのは自然でございますけれど、私もリタイアするのは死する時ですから、死ぬまで二人は頑張って教会のために一生懸命皆さんに負けないように勉強していきたいと思っております。今年87歳という高齢にして、精力的に自分の心を描き続ける画家、猪熊源一郎さん。冬の間はハワイのアトリエで作品作りに打ち込み、そしてこの新制作展オープンの2日目にはパリへ向けて飛び立ったのです。私たちはこのエネルギッシュに生きる一人の画家の半年を追ってみました。あのイサムノグチに捧げるって絵なの。これはあそこ美術館できたらあげようと思ってね、これのイサムさんの顔は、ね、それでね、ちょうど最後にお会いした時にこんな目してたの。瀬戸内海の方こう見てね、どこを見てるとも知らないような目つきでぽーっと向こう。最後にお会いになったのいつ頃ですか？うん、そう、亡くなる1週間ぐらい前。あ、そうですか。ごちそうになってね、その時に思い出して、こう、これ絵はみんなハワイで描いた絵です。全部ハワイで描いた。面白い顔がありました。ゆっくり見ると、ね、自分でもこんないつの間に描いたのかなと思うような顔がありますよ。いろいろ、こちらは、こちらはどういう、そう、そこでいつも座って描いてるのね、こうやって。これは目っかりと、これ普段こうやってこれ。ああ、わあ、いろんなイメージで来ますでしょ。わあ、ね、面白いでしょ。うん、絵描きのイマジネーションって非常に自由なもんですよ。壊しちゃいけないというのもない。絶対にこの世界には自由を持ってるわけ。うんうん、誰がどうすることもできない。だって今のようにね、話しながらほら落書き描くでしょ。だからこれがね、みんな絵になるわけ。あ、なるほど。ほら、これをこう枠を作ってね、こうやって見ると絵になってるわけ。あ、なるほど。なってる。面白い形を考えてこう描けてたら描けないようなものがね、いろんなところにあるんですよね。面白いんです。で、絵っていうのはこう言葉ですから、一つの。純粋を求めて描いているうちに、僕の絵はこういう風になったのと一生懸命私に話してくださる猪熊さん。硫黄の香りが漂ってくるホノルルにもアトリエがあります。猪熊さんがこのアトリエを持ったのは14年ほど前。病弱な体をいたわるために療養を兼ねてハワイで暮らすようになりました。しかし療養とは言っても休んでばかりはいられません。東京にはないカラッとした底抜けの明るさの中で作品は生み出されていきます。今描いているのはフェイセスというシリーズです。アトリエの中には一つ一つ違う表情の顔がいっぱいあります。それで抽象形態だ。丸の中にこういうものが散らばってる。こういう一つの形態の中、目とか鼻とかいう名前のついた形がこう散らばってる。
通称携帯ですね。ちょっとね、やっぱ顔って概念で呼び鳴らされてるから顔だけども、これ一つの絵ですよ。顔概念でこれ顔って名前つけてるから顔と思ってるけど、それない気持ちにもいっぺんなってみたらね、普通のテーブルの上物が散らばってんと同じこと。最初の一筆を入れてからおよそ1時間、キャンバス全体に絵が埋め尽くされました。少し乾いてきますかね。さあ、とかないと。焼き飯作りましょうね。皆さんが食べるだけ。なんとスタッフのために昼食を作ってくださるそうですが、なかなか手慣れた様子。料理を盛り付けるのも絵を描くのと同じとおっしゃる猪熊さん。さくらんぼを一つ乗せて猪熊風チャーハンの出来上がり。毎日作品作りに忙しい猪熊さんですが、他にもすることがいっぱい、本当に忙しい毎日なんです。明治34年四国の高松に生まれた猪熊源一郎さんは、中学まで波穏やかな瀬戸内で過ごしました。中学を卒業すると絵を勉強するために一人上京し、藤島武二の教室で学びました。旧友はそうそうたるメンバー、美好切手のエリート組と呼ばれ、後に新制作派協会を結成します。昭和13年パリに渡った猪熊さんは、尊敬するマティスやピカソともあって深い感銘を受けます。しかし戦争のために帰国、戦後再びフランスに旅立ったのですが、その途中で立ち寄ったニューヨークの街がとても気に入り、そこで20年間を過ごすことになりました。
術館へ運び出される作品が修復のために預けられていました。ここできちっと藁を押さえておくと美術館ではもうもっともっとよく見えました。これだけ言うのも描いたとと同じぐらいのちゃんとなってますね。日本で描いたアメリカ行く前ですよ。これ巻いてね、もうすごいことになってたの。黒井さんが伸ばしてこういうふうにちゃんとしてくださった。素人でも伸ばせないんです。それで黒井さんのこの専門の方にやって、やっとこれを何ヶ月もかかって伸ばしてすくい上げたわけね。もうほとんど死にかかってる絵だ。ニューヨークでなんかそのアメリカで先生があの絵がガラッとまたお変わりになって、うん、ね、その前からもうすでにね、中小形態が入ってきてたんですけどね、やっぱり踏ん切りがつかなかったですね。なんか具象から抽象へって、うん、本当に違う、抽象から、今具象から抽象に変わっていくちょうどこうまだ踏ん切りのつかない時にプッといったもんだから、ちょうどまたその時代があの1960年代というのも、ニューヨークでも黄金時代に飛び込んだもんです、そう、もう自然にそうなっちゃったんですね、そうしようとしなくても、第一町から受ける刺激でももう全然パリとは違いますしね、それともあそこはね伝統っていうものないわけ、アメリカっていうのは、日本も伝統、イタリアもある、みんな伝統持ってる、スペインでもパリでも英国でも伝統っていうものがこうやってこう後ろからつまかけてこう引っ張ってるわけよ、だからみんな先行こうと思うけどもう思いっきり向こうへ飛べないわけ、こう引っ張ってるから伝統はね。ところがあのニューヨークっていうのは伝統がないからどんなことでも先へ走れるわけ、だそういう重要性を持ってるわけね。先生もなんか綱が切れたような感じになったわけですか。結局そういう感じにもなったし、やっぱり全然勉強し直さなきゃいけないような感じになりましたね。でもその50もう50いくつですから、それで勉強し直すっていうのは相当なご決心ですよね。そうそう、大変な決心、そこにこう踏み込ませたものって何ですか。やっぱりニューヨークの持ってる新しさっていうかね、これからの仕事というものを考えなきゃいけないってことをそこで悟ったんですね。少年時代を四国で暮らした猪熊さんは、田舎で育ったことを本当に幸せに思う、なぜなら何もかもが純粋に感じられるからとおっしゃいます。田舎の風景しか見たことのなかった少年の目は東京へ、そして世界へと向けられました。その長い歴史の途中、たくさんの人と出会う旅に触発され、猪熊芸術は具象から抽象の世界へと大きく羽ばたいていったのです。そして世界の多くのアーティストがそうであるように、とどまるところのない猪熊さんはいつしかキャンバスの枠から外へと飛び出していきました。